マリー・ガブリエル・カペ、アトリエの上景角度調整機能付きの三脚イーゼル H 型、イーゼル、ニッシュイーゼルとは何かを乗せて固定し、また飾るのに用いられる、直立の指示体である。特に画家がキャンバスなどを固定するのに用いる、画家とも訳される。この語は、ここドイツ語でロバの同義語であった。ドイツ語とアフリカンス語のアゼルやかつてのオランダ語のイーゼルのように、 イーゼルに相当する語は多くの言語で動物と器具の両方を一語で指していて、これらはいずれもラテン語のアシネスから来ている。デンマーク語ではイーゼルはスタフィライ、ロバはアゼルである。古代エジプトの時代にはすでにイーゼルが使われていたことが知られている。一世紀にはガイウスプリニウスセクンドゥスがイーゼルに乗せた大きなパネルに言及している。最も多い用途は 画家が描くときに、キャンバスや大きなスケッチブックを固定したり、完成した絵画を展覧会で展示するのに使用したりすることである。画家のイーゼルの一番シンプルな形は、三つの垂直な柱が橋で結合している三脚型である。中央の柱が他の2本から旋回して離れられる機構があり、三脚を形成している。旋回しない二つの柱にはキャンバスを乗せる。 水平方向の横材が据えられている。こうしたものは黒板や A 斜面やプラカードなどの設置にも適している。大型のイーゼルは床の上に直接立てて、小型のイーゼルは机の上に乗せて使うように作られている。木材、アルミニウム、鋼などでできていることが多い。イーゼルには2つの一般的な構造がある。主な用途は3つある。ありがとうございます。